あんた、よく戻ってきたね。で、儀式に必要な肉は取ってこれたのかい？これ食べるんだよ。食べるって何？まあそうだろうね。この国の人間はエオス教の禁忌によって肉を食べられないからね。これはの下僕と言われる獣の肉だよ。何？ほら、さっさと食べるんだよ。セレス。肉なんて食べたことないのに。食べないなら、そのまんまの姿でおればいい。重化が進んじまうとね、もうエンデと一緒にはいられないだろうね。これが獣の呪いじゃよ。グラエキア大陸、エルシオン王国の王都ラダマンチェスから数千レウル、遥か果ての荒野オケアノス。王族ですら立ち入りを制限されている隔離地域に、その地を東西に大きく隔てる長さ千レウガにも及ぶ巨大な裂け目、オケアノスの爪痕と呼ばれる大渓谷が存在していた。その中央、底知れない傷の上に浮かぶ13不凍、大小合わせ13の塔が組み合わさった複雑な意匠の、それはそれぞれが絡み合い一つの建物、巨大な城にも見え、またその地は東西の絶壁から12本の鎖で中空に固定され、巨大な蜘蛛の巣を彷彿とさせた。世界から隔離されるように存在する塔の群れは、爪痕がこれ以上広がらないように、世界が壊れてしまわないように、大地をつなぎ止めているかのようだ。
とうエンデクライアイ、おじいちゃん嬉しい。私村に帰れるのね。早とちりするのはおよし。まだ呪いは完全には解けていないよ。え、背中に、その紋章が背中にある限りね。獣の呪いが解けてない？一時的。行くなんて。いやでも食べなきゃ。それなぜだろう。セレス、そうさ、それがエンデ。まあセレス、そのま少しで私の前に前に、おや影が薄、おや影が薄、私の名前。獣、お願い。また通そいつを、その2。そんな、そうだ。これは我ら一族が持つオレイカルコスの鎖。セレスの髪の毛を少しいただくとするよ。エンデのためだよ。だろう。驚いたかい？私らドヴェルク族は人と人との間にある見えないつながり、運命の鎖を操れる力があるんだよ。さあ、エンデ、手をお出し。使いこなせてるようじゃから、あんたに貸すよ。これでセレスといつもつながってるよ。